タッキーのやっぱり聖書でしょう。この時間はカルバリーチャペルラハブラ日本語部の牧師さん、タキー淳さんに聖書の言葉から今日一日を健やかに過ごすためのヒントをお話しいただきます。タキーさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神は僕らが何かする時の動機を見られると聖書にあるんですね、はい。数週間前にこんなことがありました。最近おかげさまで食品工場の仕事が忙しくてですね、土曜日も仕事が続いたんですね。で、僕は家の芝刈りは自分でやってるんですけども、月曜から土曜日まで仕事で、日曜日は教会があるもんですから数週間芝を買ってなかったんですよ。土曜日の仕事中にですね、妻から電話があって泣きそうな声でですね、はい、純失敗しちゃったって言うんですよ。で、僕がどうしたって聞いたらですね、どうやら芝刈り機のエンジンオイルを入れるところにですね、ガソリンを入れてしまったらしいんですね。で、僕はおい、慣れないことするんじゃねえよって、そう言わなかったんですけども。あ、言わなかったんですね。はい、僕が芝刈りやる時間がなかったもんだから、妻が普段やったことのない芝を自分で刈ろうとしてくれたんですよね。まあ、結果として今やらない方が良かったんですけども、でもまあその気持ちが嬉しいじゃないですか。そうですよ。妻のその動機が僕にとって嬉しかったんですね。わざと意地悪をして芝刈り機を潰そうとしたのではないと。この世というのは結果を見て評価しますよね、はい。しかし神は僕らの動機を見て評価してくれる。嬉しいことじゃないですか、はい。で、同様に人が僕らに対して何か失敗しても、まあ、動機が良かったら褒めてあげたらいいんじゃないかなと思います。滝井さん、ありがとうございました。滝井さんに直接ご意見ご相談を希望される方は TJS のホームページ、 Facebook のリンクからご連絡ください。